7月2週目の M カウントダウンバックステージ、 K-POP スターと共にするスペシャルなひととき。今週のライブカメラはブレイブガールズ、そしてロミオ。本放送では見ることのできないスターたちの秘密の裏側、 M カウントダウンバックステージ、まもなく始まります。あれ、エリック君のステージにセブンティーンのバーマン君が、何か理由があるのでしょうか。エリック남선배님께서무대하시는데원래래퍼가있으셔야돼요록원래제가알기로는로코선배님이피처링하셨는데제가로코선배님을대신해서로코선배님의랩을무대위에서선보이기로되었습니다예에릭남씨하고친분좀있으신가요전혀없습니다 오늘처음보시는거예요 처음보는거지금아직서로인사도못한상태예요사실안녕하세요오랜만오랜만이야오랜만이에요오늘영어를같이해야될것같은데예자막하실수있죠예아그런가요 Thank you No, How are no problem. You? I know you're really busy. No, it's okay. 어제자기직전까지계속하고있었어요 네그래서급하게예급하게되게급하게 급하게준비하신것같습니다예 노래진짜좋은것같아요 Maroon 5같아요아 Maroon 5같아요 Maroon 5같아요 오케이バーノン君のおかげで一安心ですね。モニタリングをする姿は真剣そのもの。モニター満足스러우세요。7月20日トップ10。4位、爽やかさもエナジーもパワーアップ、セブンティーン、ベリーナイス。